安芸高田市に行ってきたんです。先月末に広島県の YouTube 見てる方っていうのはもうそれピンとくると思うんです。安芸高田って言ったらもうあれですよ、もう石丸伸二市長、バズり市長ですね。議会に対して恥を知れとか言って、なんかそういうふうに言って、まあそういうインパクトのあるね、活動で、もう何十万何百万というね再生数が出てる。もうあの人に便乗すれば再生数が稼げるっていう、もう鉄壁の YouTube コンテンツになってる、あの人ですね。まあそのせいで、安芸高田市 YouTube の収入が月に何百万円ってあるらしいですよ。でその安芸高田町に会ってきたっていうのは嘘で、まあ当然このチャンネルなんで部落巡ったんだけども、二階堂 .com、 JCIA っていうサイトがあって、まああれ、インターネットの、政界の裏話というか、そういうゴシップなんかを載せれるサイトですね。そこでですね、安芸高田でね、その議会と市長が対立するその原因っていうのは、市長っていうのは同和関係の施設をどんどん閉じてて、だからそれに反発してるのはみんな同和議員だみたいなことが書いてあったんですね。で、その記事を見てね、しまったと思ってね、安芸高田ってね、同和地区多いんですよ。37箇所あるんですよ。まあ、それだけじゃなく、ちょっとここに画像を出すんですけども、なんか変なポスター出してたんですね。6年くらい前。これ2018年に安芸高田市が、サイトに載せてたポスターなんですよ。今でも載ってるんですよね。これはなんかあるなって、石丸市長って、こういう同和行政にはどういうふうに取り組んでるのかなっていうのはね、当然僕真っ先に注目しないといけないはずだったんだけども、まあ何分遠いですからね。だからね、いや、僕はもう行ってみることにしました。じゃあそのね、二階堂 .com、JCIA に載ってたその話本当かと、同和議員が、石丸市長に反発してるのかと、ということで行ってみたんですけどもね、まあそうじゃなかったですね。いや、いろいろね、意外なことってあるんですよ。例えば三重県だったらね、三重県なんか解放同盟の活動活発でね、すごく熱心に人権問題、同和問題に取り組んでるっていうイメージがあるけども、じゃあ実際三重県行ってみたらバイオレンスなんですよ、ほんと。ヤクザみたいなやつが、なんかエセ童話やって、なんか金を巻き上げてるっていう、まあそれが実態だったんですよ。全然真面目に運動なんかしてないんですよ、三重県なんて。で、それは解放同盟とも関係ないやつがね、勝手に解放同盟名乗ったりとか、俺は童話だって言って、それでゆすりたかりをしてるようなところなんで、うん、そこで全然イメージが違ったんですよね。で、この安芸高田の場合どうかっていうと逆なんですよね。広島といえば、小森辰邦がいる頃に、まあそれこそもう解放同盟がいろんなところで暴れ回って、糾弾して、で、学校の先生なんかはね、もう何人も自殺したっていうことが、1980年代、90年代あったんですよ。だからその激しいイメージがあったんで、今どうなのかなと思って行ってみたんですよね、安芸高田。いやいやいや、なんか平和でしたね。もうね、その、まあ、部落どこですかみたいなこと、まあ、聞くんですけどね、地元の人に。まあ、そんな、だからって怒られるわけでもなくね、うん。まあ、すごく、いい、おじいちゃん、おばあちゃん、というか、まあ、高齢化してるっていうのが、それだけでもわかるんですよね。本当本当ね、田舎の純朴そうな感じの人が多くてね、その、童話って言って、なんかその、激しい感じ全然なかったですね。というか、童話関係の施設なんかもね、どんどん閉鎖してるし、まあ、それは石丸市長が来る前からですよ。で、まあ、ニコイチ住宅もあるんだけども、安芸高田って、まあ、元は高田郡ですから、今人口2万5千人とかそんなんですからね。で、部落に関してもね、1箇所あたり、10とか20個ぐらいなんですよ。まあ、数は多いんですよ、37箇所って。でも人口は大したことないんで、そんな、四国とかみたいにでっかいニコイチ郡があるとかそういうこと全然ないんですよね。だから、いや、ここ部落かって言われてもすぐわかんないし、まあ、土地広いしね、田んぼ畑があって大きな家があってって、そこもそうなんで、ここって、って言われてもね、まあ、そんなピンと来ないですね。だからなんでこんなところでね、そんな解放同盟が暴れ回ってたのかなっていうのはちょっと不思議になるぐらいで、少なくとも今に関しては、まあそんなこと全然ないんですよ。で、その、まあ問題はね、その、同和議員が、その、石丸市長に逆らってたのかってとこなんだけども、違うんですよね、それが。違うんです。まあ、飽きた方にはね、うん。同和のドンがいるんですよ、実は。
いろんな地域でね、その解放同盟のトップだとか、まあ別の童話団体のトップだったり、一匹狼みたいな形で童話のドンっていうのがよくいるんだけども、秋田方にもいらっしゃる。うん、ただね、その方は議員じゃないんですよね。ただね、そのことについて地元で聞いてると、また別の人の名前が上がってくるわけです。まあそこでどうなのかっていうことで最後に大どんでん返しがあるんですね。まあ童話関係の、まあそういうお涙頂戴番組なんかだと、まああれはっきり言って有害ですよね。なんかもう異常で異様な、明らかにもう常識と離れた活動家っていうのがね、まあ出てくるんですよね。そういう番組っていうのは NHK なんかのバリバラなんかもそうだったっけ、アベバもそうなんだけども。ただ本チャンネルはガチですからね。まあヒントを言うとね、今回はその童話議員というふうに言われてる人っていうのが、地元でそういうふうに言われてる。まあもちろん秋田方の外だとそんなことね、知ってる人っていうのは多分僕ぐらい、まあ僕以外でも知ってる人いるかもしれないけども、まあ私ぐらいじゃないかな。今だと、その、こういうジャーナリズムを追求している人物の間では。まあ、まともな人ですよ。大変まとも。もうまともっていうのは、まあ、この YouTube チャンネル、YouTube というか、その YouTube のあの石丸動画なんかをよく見てる人は、いえ、あの、まともな人は、しかもね、背後にこんな事情があったのかっていうのがわかるような、ちょっとあっと驚くような結末が待ってるので、まあ、ぜひね、下の概要欄、自転車の記事のアドレス載っけてますので、見ていただけたらと思いますので、このね、リクエストはニュースチャレンジャーからあったんですよ。ニュースチャレンジャーのサイトもね、ぜひね、皆さんね、登録していただいてですね、でぜひね、この表を入れていただいて、こういう取材してほしいって言っていただけると、大変ありがたいですね。でね、秋田方市、私、高速バスで行ったんですね。バスタ新宿からね、もう10時間以上かかるんで、もう睡眠導入剤飲んで、こう、ぼーっとしてね、まあ、気がついたら広島駅ですよ。で、広島駅からレンタカーで1時間半、秋田方に行ったんですよね。まあ、これはね、石丸市長大変だなと思いました。もっと高田郡でね、6つあったのかな、町が。それが、一つの市に統合したんですよ。だからこれ、市って言っても、町なんですよね。町の集まりで、高田郡なんですよ。で、それぞれの町に、こう、立派なね、庁舎があって、それが今でも、市役所の市長になってて、で、あちこち箱物があるんですよね。まあ、旧町の、まあ、そういう、今となっては負の遺産ってことになるんでしょうかね。そういうのを、まあ、これからは、まあ、せっかく合併したんだから、そういうね、無駄にあったものをどんどんなくしていかないといけないし、というのもあるし、それにまあ高齢化もしてるし、人口もね、たった2万5千人でどんどん減っていくと、で、産業を起こすにしてもね、大変なんですよね。海がないし、で、山ん中もなんかもう谷があって、ちょっと小さな平地があってて、田んぼ畑あって、で、あとは、あれだ、まあ、果樹園とか木が生えててっていう、そういう感じで、いや、ほんとね、何もないんです。悪いけども。なんか、有名な観光地っていうのはあるわけでもないし、で、なんか最近はね、柚子なんかのね、加工品を作ろうとか、なんかそういうのもあるそうだけども、だけど、それ、なかなかね、その秋田方じゃないとって、ならではって、っていうね、そういう観光名所とか産業っていうのはないんですよね。で、その中でこれからじゃあ市をどうやってね、運営していくかっていうのはね、確かにね、これは石丸市長大変だと思いました。まあ、私、まあ、よそから来てね、2日間見ただけなんでね、それで、いや、これどうするかっていうのをね、考えるのも、まあ、もちろんなかなか思い浮かばないし、まあ、市長になってもね、どうするかっていうのはなかなかあそこは、難しいと思います。本当に。いや、本当ね、ほのぼのとしていいところなんですよ。そんな解放同盟が暴れ回ってるっていうような感じじゃないですか。そういうのはどっちかともう昔で、隣の三好とかその辺のことじゃないですか。秋田方に関しては本当にね、平和なところでしたよ。まあ、これからね、観光で盛り立てるって言ってもね、神楽っていうのをしてるそうなんですよ。でも神楽をね、年から年中やってるかっていうのと、あと、まあ、わざわざ広島まで行って神楽見たいかっていうこともあるんで、まあ、それだけではやっぱり観光名所としては惜しいですね。まあでも37箇所部落があるんで、それをなんか特定するツアーみたいなのをやったらいいんじゃないかと。まあもちろんね、部落って別に秋田方だけじゃなくていろんなとこあるんだけども、ただね、まあ、石丸さんの件でもう秋田方ファンになったっていう人は、
この秋田方市全般をなんかこう堪能したいっていうことになると、何が目標がいるじゃないですか。じゃあ37箇所部落特定して回るってなると、それだけでなんか地元の人にあの部落どこですかとか聞くだけで、なんかこの地元の人のね、人となりとか人柄とかそういうのも見えてきたりして、人との交流が生まれるんで、なおかつまあ全部回ったらそれはもうね、あの秋田からしない ほとんど全部行くことになるんで、まあそういう意味じゃね、そういう盛り立て方もあるかと思うんだけど、なかなか今の状況じゃね、そういうのをね、大っぴらにできないっていうのが悩ましいところなんだけども。ただまあ、秋田方、いいとこでした。ただ家族で旅行したいとかカップルで行きたいかっていうとですね、なかなかね、そういうことだったら、まあ他にもいろんな有名な観光地がありますからね。ただ、まあね、年取ってね、まあ何もやることがなくなって、まあ何もすることないっていうなら、まあ、住むっていうのはあるかもしれない。逆に、何もやりたくない人は、そこに住むっていうのはいいかもしれないけども、でもやっぱしね、それだけじゃ、この先、もうね、この先、もう後がないんでね、まあ、石丸市長大変だと思います。というのがね、私としては感じました。まあ、とにかくね、まあ、とにかく今回、遠征してね、もう苦労して、もう本当頭がおかしいって言われるぐらいのね、取材をしてきたんで、ぜひ下の概要欄から、動画だけじゃなくて、たまにはね、この文章も読んでいただけたらと思います。